はい、私からは2件、1件は、土曜日の、まあ、地元桑名市におけるセミナーにおける私の発言についていろいろと報道されておりますので、そのことについて申し上げておきたいと思います。会場におられた方は分かっていただいていると思いますが、私はまず福島第一原発の影響は極めて深刻であるということを申し上げました。しかしより東日本全体あるいは東京圏も含めてより深刻になる最悪の事態ということも想定された状況で、そうならなかったのは単に運が良かったということに過ぎないと、まあ、その運が良かったというところで、まあ、幸運という言葉を使ったわけですということであります。そして、まあ、そういう、まあ、現職についてはひとたび事故が起きれば大変厳しい状況になるので、まあ、したがって、慎重に考えていかなければいけない、原発なき社会ということを目指していかなければいけないんだということを申し上げたところであります。もちろんその福島が幸運だったあのということは言うはずもないわけで、まあ、そこは会場に来られた方は話の流れからもよくお分かりいただけたんじゃないかと思います。会場に来られた方々の中で随分批判的な原子力を民主党の原子力政策について批判的な方々もおられましたが、この件について何か質問とかご意見が出たということはございません。まあ、したがって、まあ、流れから見てですね、そういうふうに聞き取られるというふうに、まあ、受け取った方はいらっしゃらなかったんだというふうに思っております。まあ、ぜひそこは正しくご理解いただいて誤解のなきようにしていただきたいというふうに思っております。それからもう一件は、まあ、今日ある新聞を見ておりましたら、自民党の、まあ、大物議員引退を表明されて大物議員の、まあ、後任にご子息が選出されたと。もちろんそれは公募という手続きを経てということではありますが、ご子息が決まったという報道がありました。まあ、私は金がねこれは首をかしげているわけでありますが、もうすでに正式にそういう形で決まった方も何人かいらっしゃいますし、まあ、これから公募という手続きは減るようですが、まあ、決まる大物議員の引退の後ですね、まあ、そのご家族が公認になるということがまだ予想されているということであります。